どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福です。よろしくお願いします。はい、今回はね、ここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしています。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、こちら。はい。じゃん。パートナー。パートナー。はい。うん、こちらですね、リボンで1999年から2000年、はい、全3巻ということで。うん、3巻ね。はい、うん。作者がですね、尾花美穂先生ですね。はい。はい、こちらが、うん、まあ、子供のおもちゃとかね。まあ、やりましたよね、うん、子供のおもちゃはね、はい、ハニービターとかね、うん、代表作は ハニービターも14巻まで出てますね。すごいですね、はい、うん、意外と若いね、53歳。そうですね、はい、若いですね、はい、うん、これ作品のあらすじいきますね。はい。一卵性双生児の大沢苗と萌え、うん、双子ですね、はい、はい、がですね、二卵性双生児の園田健と武志、添田ですね、うん、はい、彼らは高校で出会って、まあ、双子同士ということで意気投合して楽しく学校生活を送っていた。うん、はい、そしてですね、まあ、ケンと萌えが付き合っているんですよね。そうですね、はい、はい、やっぱ不思議ですよね、双子でもやっぱどっちかがいいとか思うんですね。まあね、まあ、性格が違いますからね、はい、うん、そしてある日、なんと萌えが、うん、交通事故で死にます。まあまあまあ、いきなり死にます。結構早かったですね、はい、まあ切ない感じでね、はい、うん、それだけでなく、なんと、はい、その萌えの遺体がですね、うん、病院までは行ってるんですよ、うん、恋愛室に置いてあった萌えの遺体が、ね、一瞬のうちに何者かに盗まれてしまう。まあそうです、ちょっと前からね、そういうニュースがありましたけどね、はい、遺体がなくなるっていう、はい、でもどんな探しても出てこなかったら、うん、もうそれはもうしょうがないってことで、はい、事故から3ヶ月経ちました、うん、それとですね、苗、うん、と健と武がですね、旅行に行ったんですよね、みんなで。そうですね。じゃあその旅行先で、うん、ん、買い物行った時、あれ萌えじゃねえか。いや、そんな感じじゃなかったですけど、はい、まあね、萌え、後ろ姿が萌えに似てる人ですよね、はい、うん、に会ってしまうっていう、うん、まさかの展開でしたね。そうですね、はい、ちょっとこの魅力お願いいたしますじゃあ。はい、他はまあズバリこちらですね、はい、思ってたのと違う展開ですね、はい、まあなんか双子同士のね恋愛話なのかなって思って、うん、でまあまああるっちゃあるじゃない、はい、で双子でね同じ人好きになっちゃって、うん、みたいな、最初その流れなんですよね。そうね、はい、本当はまあその萌えがね、はい、ケンちゃんと付き合ってるんですけども、はい、まあ実はね苗も好きで、でそこでちょっと揉めてね、うん、あ、ここからどうなるんだろうと思ったら、まず萌えが死んじゃうっていうね、うん、まあまあそれもまあタッチでもそういうのありましたし、ほんでまあなんつうの、どっちからも言い寄られるとかそういうのがあるのかなとか思ってたらね、うん、まあそうですね、旅先で出会っちゃうっていう、うん、それがまあ似てる人で、じゃあさらにその4人でなんか恋愛模様を描くのかなと思ってたら、もうそこからとんでもない展開になっていっちゃったんでね、うん、うん、ちょっと思ってたのと違いましたね。すごいです。だからもうどうなるか全く予想つかなかったですね、うん、ちょ、本当恋愛なんてもう本当1ミリあるかないかぐらいでしたもんね、まあ、結果的にはね、うん、はい、まあ、確かにね、この表紙だけ見てみるとね、銃持ってたんでね。銃持ってました。苗が一巻から銃持ってますよね。銃持ってるんですね。そうなんですよ、なんか、そうか、どういうことなんだろうって思ってたんですけど、それは気づきませんでした。そうなんですよ、そういうことなんです。それで、ああそういうことかっていう、それで逆にこの話の流れで3巻で終わるのっていうドキドキもありましたしね、うん、そうですね、うん、どうあれば1巻にね、またお約束の読み切りも入れてきてますしね。、はい、まあ少女漫画あるあるですからね、うん、いや全くね、やっぱまあこういう予備知識なしで読むとこういう楽しみ方ができるんだなっていうのがあります。それにしてもこれはもうすごい話の展開でしたね、うん、はい、うん、まあ、私も全く一緒ですね、はい、意外すぎる展開ですね。まあ、そうですよね、あ、まあ、本当先ほど伊藤さんが言ったようなことです、はい、ただもうその、まあ、正直、うん、あの後半はあんまり頭には入ってこなかった。その、まあね、まあそういうことなんだろうなっていうのは分かりましたけども、うん、展開すごい早いんでね、はい、うん、そうなんですね。なんかね、まあ、だからこれ尾花先生も言ってましたけど、うん、まあ、少女漫画だから異質なだけであって、こういう SF というかね、そういうのに関してはもうベタベタなものを詰め込んでるし、うんうんうん、
まあ、アラも多いじゃない。そんなわけね、なんかね、軽いところあるしね、すごい。ノリというか、設定が。まあ、双子で、やっぱ僕が驚いたのは、うん、その双子が出てきて、まあ、遺体が亡くなったとかなったら、はい、やっぱなんかクローンを疑うじゃないですか。まあね。やっぱり。うん、一切出てこないんですよね、クローンは。まあ、そうですよ。これだから、正直な話、うん、全く双子でなくてよかったよね。まあ、双子でなくてよかったですよ、双子でなくていいですよね、うん、その男女の4人でいいですよね、うん、まあでもその最終的にはね、うん、その博士もまあそういうことだったわけじゃない。まあ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 、まあうん、だから確かに、ね、だって他の人は双子じゃないもんね。そうなんですよ、うん、他にも何体かね、うん、その LSP がいるわけですけど、ショックとか違うじゃない双子だからって見た時にまあまあまあ、なんでしょうね。もうちょっとなんか双子要素を使えそうでしたけどね、なんかこう、まあ、後半まあちょっとやってましたけど、もっとね、入れ替わりみたいなね、のとか臓器を、うん、でもあれも双子、一卵性だったら有無も言わさず手術できたけど、うん、二卵性だったら賭けだったってわけだもんね。そうだね、うん、難しいですね双子はね、そこまでなんですよね。でもなんかもうちょっといけそうでしたね、なんかね、双子の要素、うん、まあでもそもそもこの話1巻で終わらせようとしてたらしいんで、尾花先生は。いや無理でしょこれ3巻でも結構難しかったいやそうね、はい、本当はね、もう10巻ぐらいやってほしかったですけどね、はい、うん、まあまあ、葛藤があんまりないですからね。葛藤ないですね、うん、はい、もうどんどん突き進むのに、うんうん、まあ、あとやっぱなんか善悪がね、まあ最後でも言ってましたけど、うん、善悪もよく分かんないから難しいんでしょうね。あの東条が完璧な悪ならば、うん、そうなんかこう見やすいのかもしれないけど、そうでもないというかね、うん、なんていうかもう最後はもうどうでもよくなっちゃってるし、まあね、どうでもよくなっちゃったんですよね、うん、東条博士が。そうなんですよね、うん、はい、でその辺がなかなか難しい作品だったかもしれないですね、まあ、まあまあでも読み応えがありましたね、大変ね、はい、はい、じゃあパートナーやっていきましょう。さあそれでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。この二人、添田武と添田健は双子の兄弟。高校に入学してすぐに意気投合した友達。なんで意気投合したかというと、それはやっぱり、みんなおはよう。私たち体の相性がバッチリなんです。違うよ。どうもありがとうございました。